こんにちは、ゆうです。バズダのあずかんです。はい、今日無課金サーバーから柴丸やっていきたいと思います。今日誕生日の方おめでとうございます。そう、今日はね、クエストいきます。はい、マキマさんね、この前ね完全趣味パーだったんで、前回の動画ね完全趣味パーだったんで、今回はね割とちょっと真剣に考えてきました。でもちょっと趣味用の要素もあります。はい、それでクエストとりあえずね、若干趣味混じってるんで13ぐらいにしようかなと思って、それから動画撮っていきたいと思います。それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね。はい、マキマさん、誰だっけ、岸辺露伴は動かないですね。はい、それを使っていきたいと思います。はい、それではパーティーご紹介しましょう。はい、リーダーのマキマさんに、潜在小学生、ごめんなさい、これやったもん、ハーセン、小学生が、三色教育家に、リーダーチェーン体制ドラゴンキラー恥ずかしくてダメつけております。ごめんなさい、リーダースキルがね、4色以上同時攻撃でダメージを 77% 軽減、攻撃力が28倍、ドロップを消すために攻撃力が 1.1倍、固定50万ダメージとなっております。はい、でこれがね、ちょっと僕ね、もともと多色で使えるんじゃないかなと思ってたんですけど、天使の悪魔ですね、この前2体目引けたんで、はい、多色バージョン作ってみました。はい、で聴覚性にガードブレで、無効貫通潜在にバランスキーだとりあえずつけてみました。余ってたんで、はい、で三日月オーガス、バルバトス武器ですね。はい、4色攻撃強化を付与しておりますね、浮遊ついてるんで。はい、で13からはね、乱入があるので、一応軽減枠として、雪の下入れております。スキルチェーン6つに、パワーアップされたマグニート武器ですね。はい。で、こちらも若干ね、趣味なんですけどね、コットンマイスイーピアのですね、はい。絶対伸ばすとこ間違ってるよね。はい。小学生 LGQ プラスに、アシスト無効潜在に、破顔武器をつけております。もうチーム HP もりもり要因ですね。はい。もりもり持ってます。はい。やっぱちょっと入れたくなったんですよね。これはやっぱりライトニングさん、ライトさん。はい。FF13 から、今回はゲスト出演していただきました。はい。で、中学生が全パラ強化にドラゴンキラー。で、上限解放に、パーシステントシンボルは、ラビリルの闇の卵武器ですね。はい。これがね、指盛りつつ、チーム HP 強化3つ持ってて、で、あとはね、もしね、属性吸収とか来た場合も対応できるっていうね。はい。で、こちらが岸辺露伴は動かないルーブル美術館に行くですね。はい。小学生10コンボ強化に、悪魔キラー。で、一応これもね、属性吸収潜在、無効潜在をつけております。で、これも完全趣味なんですけど、アシスト、アルティメットバーストですね。はい。ブルーアイズ、アルティメットドラゴン、じゃあ、海馬武器ですね。はい。で、バチは HP プラスです。はい、ちょっとごめんなさいね。鼻ずるずるすぎて、もうちょっとはい。一旦ちょっと休憩しました。はい。それでは、最高。途中で鼻噛んじゃうっていうね、はい。可能性があったので。オッケー。で、ここをアルティメットバースを使いまして、で、この属性吸収もここ使っちゃいましょうか。で、これ使って、で、次はどうすればいい使うか。で、ワガン武器も溜まっちゃったんで、はい、使って、ここ指めちゃくちゃ長いんで、はいはい。待って、ワンフォアだけごめんなさい、実は知ってるんですよ。ちょっと初めてみたいな、なんか白濃くリアクション取ったんですけど。はい。よし。そこ、木やったん、水やと思ってた。いーやー。よし。はいはい。お？いやー、マジか。マジか、マジか。ちょっと待って。最悪。まあ、一旦はしのげるから、欲しかった。これでユイも伸ばせるしね、どうせ。で、相変わらずルーベットはね、なんか、許されてるんよね、その、虚無の波動に。そこら辺の、なんか、審査基準って何なんすかね。待って、喋ってたらもう全然、パズル、なんか、びっくりする下手くそやったな。ただでさ、下手くそやな。はい。あ、ちょ。なんかいろいろ見せてるけど、一応落としにはなってるよね。今度声ガッサガサかいな。はい。OK。うーんだっしゃい。
どっしゃいってなんだ今。わけわからん擬音発するなて。よしよしよし。水圧のアイドルスネーク。オッケーオッケーオッケー。で、こっからこれ使って、はい。で、今見てろ。後ろは任せる。任されたくないっすけどね。僕完全にもうライトさんにやっぱ守られたいっすね。はい。もうあれですね。はい。あれ。松任谷由実さんの、はい。守ってあげたいです。あ、何やったっけ？So you don't have to worry, worry, 守ってあげたいですね。はい。あの歌めっちゃ好きなんですよね、僕。はい。いやー、ごめんなさいね。ちょっと動画で歌って気持ち悪いと思うんですけどね。はい。ギャウギャウ。ギャウギャウはあかんやろ。ちょっと待てよ、これ。壊れないおもちゃ欲しかったのないと。指延長ありきなんでね、この編成。あ、いや、でもいけるか、一旦ぐらい。はいはい。はいはいはい。はい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 。はいはいはい。ちょっと待って、ちゃんと5色、4色あるか見たか？あー、よかった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 。ふい。ふい。よし。オッケー。キングサファイアの輝き。ちょっと待って、天使の悪魔がね、全然壊れないよ、役割を果たしてないっていうね。はい。はいはいはい。はいはいはい。はい。まあ、別にね、いいんすけどね。ルーレット実質初っ端なラフィーネみたいなやつ、ふわりができるよねっていうのをご説明したかったんですけど、OKOKOK。色あるからいいよね、でもここ無理してやらんでも。ね。で次、ダメージ吸収来てもいいように、一応ライトさん使ってから、で、これで、ユイを伸びてるし、別にジン使えるときはそんな無理して使わんでいいかなと。はいはい。別にね、火力の底上げをしてくださるわけでもないんでね、はい。よし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 。うん、はい。あ、でもあれか、使っといた方がいいかな。あ、でも結構もう十分消えてるよね。よいしょ、よし、ね。ヤンエイメ。なんかちょっとセリフみたい。なんだ漢字が五方玄武の前。わお。あ、これちょっと待って、使わなくてよかったんちゃう、ほんまに。マジで。使ってたあれでしょ。多分76、初めから76の方お断りされるでしょ、多分。危なかった。なんかわけわからんけど、普通にルーレットが自信ないだけやったんですけどね。はい。適当な言い訳つけて。そう、まあ、76嫌いやねんって、でも。そこだけなんよな。よし、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 よし。はい、オッケー。はい、オッケー。いや、よし。んで、50% で、ね50% から行こうか。トグルはそんな優しくないからな。お、また無効感か。じゃあ、岸辺使って。仲間の数と配置は。で、76、これ、ちょうどよかったな。残しといて。はい。で、マキマさんも使っとこうか、この。マキマさんのエフェクト全然見たことあらへんっていうね、この、バラの花束ばっかり溜まってるんで、僕。見たいんやけどな。残念ながら、まだ見れずにいます。あと、76になると僕は結構パズル遅いです。指が長かったらもう遠慮なく。遠慮なくパズルスピード遅いです。はい。繋がっとったドゥンドゥン、ドゥンドゥンドゥン。はい、はい。よっしゃ結構、じゃないけどだいぶ楽勝だった。イエイ！はい、クリアでございます。さあ、一周受け取りましょうか。はい。魔法石113個に、いや、ごめん、もった。103個になりましたと。はい。この編成だったらあれかな？
14もいけるんかな。ちょっとこの編成のあれかな、次14取ってみようかな。ちょっとお見せしますね。一応フレンドさんにお借りしてたんですけど、こんな感じですね。はい、編成は。はい、いやー、よかった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 、無事にクリアできてよかった。はい、それでは今回はね、この辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でございましたと。はい、よろしければ概要欄にある X と、TikTok ライブのね、 TikTok でね、結構最近ね、別のゲームとかもやってるんで、もし僕の結構趣味好きなゲーム、まあ、パズドラと他にもゲームやってるんですけど、はい、よろしければそちらもフォローしていただいて、はい、ぜひぜひ遊びに来てくださると嬉しいございます。はい、はい、それでは、今回はこの辺でね、本当に何だっけ、はい、お開きにしましょうか。はい、それではお相手は私ゆうでございました。バイバイ。地球の隅で